シュラマル。ちょっとあやみさん、今どこにいるの？今日はママさんスポーツクラブの集まりがある日だけど。あ、やば！すみません、水木さん。すっかり忘れてました。また？もう3回連続だよね。ごめんなさい。私どうでもいいことすぐ忘れちゃうんですよ。どうでもいいことって、さすがに失礼じゃない？まあ、そんなに怒らないでくださいよ。とにかく参加は強制じゃないから、参加しないなら申し込みはしないで。お店は人数分予約してるんだから。今日はどこのお店でしたっけ？焼肉マリカッパだよ。新しくできたところ。あ、あのお安いところか。じゃあ行かなくて正解でした。はあ？今高級焼肉楽しんでるんで。水木さんの名前で予約したから会計よろしくです。このドアホー。え？なんで怒ってるんですか？自分で何言ってるか分かってないの？だって水木さんって旅行が趣味なんですよね。ってことはお金に余裕があるってことでしょ？つまり私一人の高級焼肉ランチくらいおごれますよね。ズーズーしすぎて言葉にならないわ。むしろなんで私があやみさんにおごらないといけないの？ほんの数ヶ月前に知り合ったあなたに。もう数ヶ月も経ったんですね。じゃあもうお友達ですよ。いや、ただの知り合いだよ、知り合い。そんなこと言わないでくださいよ。水木さん新築の家に住んでるし、旅行も行ってるし、お金持ちでしょ。ちょっとおごるくらいしてくださいね。家は建てたけど、夫婦揃って子供の頃からちゃんと貯金してたから、旅行だって結婚前貯金から出してるし、普段は節約してるよ。もう何言っても無駄です。おごってもらいます。あのさ、あやみさんってお子さん何歳だっけ？どこにいるの？今は2歳ですよ。今日は友達に預けてきました。そう。あ、そろそろ話し合いが始まるから、じゃあね。お会計だけよろしくです。数分後。水木さん大変です。来てください。水木さんの名前で予約したから、そっちに請求してくれって言ってるのに、店員さんが分かってくれないの。店員さん？店員さんのことだよね。もうそんなのどっちでもいいです。早く支払ってくださいよ。あのさ、なんで私が支払わないといけないわけ？だって水木さんの名前ですよ。そう。じゃあこれからあやみさんの名前で予約しまくるわ。はぁ？だって私の名前で予約したら私が支払うことになるんでしょ？じゃああやみさんの名前で予約すればいいんだよね。憧れだったデパートで買うコート早速予約しよっと。あ、そうそう、晩ご飯は高級なお寿司を予約しないとね。待ってくださいよ。私の名前は水木。子供がスポーツクラブに入っている主婦です。うちのクラブはママさん部門があるので、私もそこに参加し始めたよ。決まったスポーツチームに入ってもいいし、好きなスポーツをしてもいい、そんな自由なところがいいと思ってね。あやみさんはそのクラブに入ってきたママさんなんだけど、信じられないことにこの会話内容で私より3歳ほど上なんだ。10代の若いママさんだったらまだわかるんだけど、いや、私の周りの若いママさんたちみんな常識あるからな。みんなに対して失礼になっちゃうわ。本当にあちこちに予約してやりたくなるよね、まったく。水木さんどうしよう。全然わかってくれないの。お金が払えないなら警察呼びますよって。呼んでもらえば？支払えないんだし。そんなの嫌ですよ。やばい、逃げようとしたんだから警察ですって。お願い水木さん。いや、逃げようとしたって、あんた確信犯じゃん。だって水木さんが支払ってくれないから。そんなこと言うとあやみさんの名前でいろいろ予約するよ。請求書を家に送るけど。それはダメですってば。どうしよう、旦那にバレたら怒られちゃう。水木さんなら支払ってくれると思ってたのに。いや、どう考えても私は支払わないでしょ。だってでもだって。ああ、うっせえな。もうとにかくご主人には連絡しておいたから、今すぐ行きますってすごく謝ってたよ。は？なんてことてか、なんでうちの旦那の連絡先知ってるの？あ、もしかしてそういう関係なんじゃ。あのさ、本当にアホすぎて、
前にあやみさんが転んで怪我したことあったでしょ。その時にあやみさんからご主人の連絡先聞いて私が連絡したじゃん。あ、そうだった。やばい、旦那からの連絡来てる。人に迷惑かけるなって怒られたばっかりなのに。いや、怒られたばっかりなんだ。逃げます、私逃げます。逃げたらそれこそお店の人に警察呼ばれるでしょ。じゃあどうすればいいんですか。ご主人を待ってそれで支払いしてもらうしかないよ。そんな、ずっこけそう。この人普通に大学も卒業してるし、なんでこうなんだろうって思ったけど、ご主人からの連絡でちょっと納得。ピーナッツ親子っていうの、母親とべったりなんだって。おまけにその母親がしつけも何もできない人。あやみさんが悪いことをしてるって分かっててもかわいそうだから、私は可愛い娘ちゃんに嫌われたくないからと怒らないんだってさ。そりゃダメでしょ。こうなっちゃうのも分かる気がするな。ご主人は年齢が離れていて、そんなあやみさんを可愛いと思っていたみたい。でもいざ結婚すると大変で、うん、こりゃ大変だ。うちの千秋よりもずっと子供な気がする。1ヶ月後。お母さん助けて。はあ、送る相手間違えてるけど。あ、みずきさん、やだ間違えちゃった。うちのお母さんミナだから間違えちゃいましたよ。そう。でもみずきさんでもいいです、話聞いて、助けて。嫌だけど。もうそんなこと言わないでください。大変なんです、お母さんがすごく厳しいんです。ああ、義実家同居にあったんだっけ。お母さんなぎなたやってるんですよ。こんなにも常識のない子だなんて知らなかった。徹底的に鍛えますって。そのお母さん、お着物とか着てる。着てます、なんかちゃちゃっと着てます。髪の毛まとめてる。まとめてます、なんか不思議なまとめ髪です、昔の日本みたいな。ついでに鉢巻きも巻いてる。巻いてます。え、みずきさんお母さんと知り合いなんですか。いやいや、私のイメージにぴったりだなと思って。お習字とかお花とか全部できそうだね。師範先生やってます。あら、それは羨ましい。そんなお姑さんにいろいろ教えてもらえるなんて、あやみさんラッキーじゃん。なんでラッキーなんですか。だってさ、まだ今ギリギリなんとかなってるかもしれないけど、年寄りになった時どうすんのさ。私わかんないの、なんて通用しないんだよ。それはだから教えてくれるってありがたいよね。とっても親切なお姑さんだよ。私だったらポイしちゃう。ポイってそんな、あの朝5時には起こされるんですよ。それで食事を作らされて、掃除もさせられて、子育てだってあるのに。でもお姑さんだって早起きしてお食事作ってお掃除するでしょ。まあそうですけど。自分だけがやらされてるわけじゃないんだし、いいじゃん。あやみさんができるようにって教えてくれてるんでしょ。私はこんなの嫌です、実の母親のところに帰りたい。みずきさんだって実母の方がいいでしょ。そりゃ実母の方が慣れてるけどさ、もう義母にも慣れたよ。毎年盆暮れ正月といろいろ一緒にやってるし、二人で温泉旅行に行ったりするしね。でも厳しくないでしょ。いやいや、めちゃんこ厳しいよ。だからうちの母親なんて大喜びしてたっけ。理不尽じゃなくてまともに教えてくれる義母なんて大当たりだって。ありえない。そりゃ意味もなく怒られたりしたら嫌だけどさ、間違ってるところは間違ってるって教えてもらわないと、未来の自分が苦労するんだから。でも怒られるのは嫌でしょ。義母は厳しい人だけど、ガミガミ怒ったりはしないよ。ほら、じゃあ交換してくださいよ。あのね、それは私がちゃんと真面目に聞いてるからだよ。あやみさんみたいに私だけが家事料理させられたなんてこと言わないもん。だっていい加減にしなよ。みずきさん、子供産んだんだからさ、いつまでも子供じゃいられないんだよ。そもそもあやみさんの年齢って。それを言うのだけはやめて。あやみさんは今も同居を続けているよ。まるでドラマに出てきそうなお姑さんみたいで、まあ厳しいんだわ。やったね、あやみさんみたいな人には大当たりだと思うよ。
ちなみにお姑さんと一緒に謝罪に来たんだけど、背筋がピンと伸びてとっても素敵な女性だったんだ。あやみさんもぎこちないなりに背筋が伸び始めていたよ。世間知らずな人だったけど、ものすごく悪質ってわけじゃないからね。教えてくれるお姑さんのところで学べるといいね。実母は大泣きしているらしいけど、まったく。さて、私も千秋にいろいろなことをちゃんと教えてあげないとね。そのためにも、まずは自分がおやつを食べ過ぎちゃう習慣、なんとかしないと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。